じゃあすみません、もう一回頭からお願いします。じゃあ安定お願いします。はい、こんにちは、ピカです。今日ね、昨日ね、行われたアクセスカップ行ってきましたよ。すごい楽しかった。このね、主催されてるね、アクセスの松田社長のね、思いがね、すごい伝わったというかね、良かったですね。参加者の皆さんの走りも熱くて、いいレースを展開して、本当にね、シミュレーターの未来をね、感じさせるっていう大会になってました。いや、すごいね、これを本当一からね、シミュレーターから作り上げたアクセスすげえなって、いや、本気で思いましたね。はい。まあ、この模様はね、ちょっとまた随時ね、編集してお届けするんで、今日はね、その第1回目ということって、スーパー GT、GT300 の去年のチャンピオン、ガンモー選手がね、会場にいたんで、で彼ね、ミュル24時間レースもクラス優勝した経験があるので、8軸シミュレーターでミュルを走って解説してもらうっていうね、動画を撮ったんでね、激レア映像だよ、これ。ぜひご覧ください、どうぞ。なんかメディアに露出しないレーシングドライバーということで聞いてきたんですけど、今日ちょっと激レアということで、はい、激レアで激レアで来ました。すみません、ありがとうございます。じゃあ今日よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあちょっと今日はニュルの、まあ去年ですか、チャンピオンクラス優勝ということで、ニュルのコースをチャンピオンが解説したらどうなるかっていうのをやってもらいたいと思います。はい。去年 GT300 もチャンピオン、去年はい、シリーズチャンピオンです。すげえ、やばくね。実は俺も手震えてきた手震えてきたはい、じゃあね、8軸のシミュレーターでニュルをね、アルファクター2で乗ってみてもらって、まあ、解説をね、しながら走ってもらいたいと思います。ポチ86ですね。86だ、はい、86のレースも出てるんですか。86ワンメイクレースも出てますよ。すごいすごい。これどっからポーズするんですか。そこ左、いや、そこ右ですね。そこ右です。そこ右で、そこでチケット買ってもらって、チケット買って、その奥です。奥です。これを。これ左ですね。左。え、ちょっと待って。あ、右、左ですね。左、左、左、左。左です。左です。ここからね。レーシングドライバーが道に迷うっていうね。で、これ右ですね。これ右です。これ右です。これ実際行ったことあるね。マジ。でここで、ここで合流ですね。ピッてやってください。ここで ETC みたいにピッてやるといけますね。スーパー FJ が、はい、そこですね。で出たらいきなり試験があるんで、すげえチャンピオンに教えてる道で、これでバックストレートですね。はい。でまっすぐは行かない、北コースだけになっちゃったんで、はいはい、ここからねちょっと解説をね、はい、これがフィルシュタインコーナー。名前全部覚えるんですか。いや、もう名前はもう僕らは勝手にビルスタインか、勝手につける、勝手につけちゃってる。あ、なるほどなるほど。ここブレーキングどのくらいからですか。これ多分もっと奥、ここまで全然ノーブレーキ、この辺まで、はい、全開、アクセルちょい戻し、多分全開で、全開で来んの。車はレクサスでしたっけ。そうね、今年、そうですね、レクサスの LC で、 LC で。ここは何速。ここ2速ですね。2速で、ここからまあ、コースがね、ちょっと2は24時間のコースじゃないんでね、ここから急コースに入っていくって感じですね、はい、ここブレーキング結構手前ですよね。そうですね。で、下ってるんで、ここから下りの区間があるんです、はいはい、で、ここ結構路面が古くて、雨が降ると本当にめちゃくちゃ滑る。このコーナー全開ですか。いや、ここもちょい戻しぐらい、ちょい戻しぐらいの、ちょい戻しぐらい、マジでちょい戻しで行くんだ。ブレーキングはこの辺から。そうですね。 で、これクリップ、これ奥まで行くの？クリップつくの？今みたいな感じ？あ、つきます。なるほどなるほど。で結構遠赤を使うように。ここ行く？はい。すごい。行けるここ。ここも行きます。はい。このアウト側も？アウト側は乗らない。乗らないんだ。はい、トラクションかかんないから。そうです。で結構高いんで、ね。ああ、なるほどね。ここは？ここもイン側をずっとキープして。あ、結構立ち上がり重視。はい、ここは。ここ全開。なるほど。はい。でここから。ジャンピングスポットに、はい、ここのジャンプはアクセル戻す。いや、もう踏み切り、踏み切り、踏み切りです。飛ばない。もう飛んだ方が気持ちいいから。頭おかしいぞこいつこいつは頭おかしいぞマジでチャンピオンやっぱ言ってることちゃうな。え、ここも全開、はい、レクサスだと全開。あそこもちょい戻しぐらい、ちょい戻しぐらい、ブレーキは踏まないです。あ、なるほどなるほど。で、ここからずっと全開、全開で
次の頂上も飛んじゃう。ここもはい飛んで、ここはここはちょっと一回落として、あもうインキイン、ここもアウトいかないんだ、はい、ブレーキングからの結構舐めるんだクリップ、ずっとインガーをキープして、あインザーキープで立ち上がり、はい、ここおー勉強になる。ここは全開ですよね。もう全開ですけど、すごいめちゃくちゃ怖いです。ここは全開でいくのは全開怖いよね怖いよね、めちゃくちゃ怖いです、めちゃくちゃ怖いよね。ここも全開で行くんですけど、全開で行くの、ここ全開です、ここここ次ここはここがね俺すごい難しいんだけど、このインガーをキープして散ります。ああなるほど、ここも立ち上がり重視、立ち上がり重視、あもう結構立ち上がり重視だ、もうベタのアウトからもう行く感じだ。次の逆番みたいなとこは右、左ここは一回ちょっとブレーキを踏む感じで、あ踏むんだ、減速をして、ここ小さく曲がって、あこんなにアウトいかないんだ。そうですね、あなるほど、すげえ勉強になる。この下りは結構オーバーステアで出やすい、うん、前下がりだから、はい、インベターでアウトから立ち上がっての、この S 字も本来だったら全開で、嘘ここ全開でいけんだ、予選は全開でいきます、ね、マジで。ここの右はここは結構難しくて、うん、で最後のコーナーに3個目、ね、はい、生じり合わせたんで、生じ合わせて全開でブレーキングして、ここはまあ車なりになり、ちょっと巻き込みそう。そうですね、なるほど。で次がアルナウコーナー。ああこう結構壁に向かってブレーキングするんで結構実際怖いです。怖いね。なるほど。あうまい。さすが、さすがチャンピオン。うまいな。クラス優勝伊達じゃないなやっぱ。でね衣装書くの？遺書書く？ニュルは遺書書くの？いや僕は書かないです、縁起が悪い、むしろ逆に。でも本当に死ぬなって思うことはあるよね、覚悟はする、はい、ここで何かあったらちょっとやばいなっていうのは思いますね。ニュルはやっぱ特別なんですか、普通のコースに比べて、青森以外でまあでもあの高速コーナーが非常に多くてはいはい、はい、で距離も長いんで、なんかその一周完璧に決まるっていうのがなかなかなくて、なんかそれがすごい楽しいです、もうずっとそれを求めて走るんで、あここも一回ちょっとブレーキだけど、まあ多分、ね、まあ前回できる、まあ前回も一周目なんで、一周目なんで、なるほどなるほど。一番怖いコーナーはどこですか、ニュルで。そうですね、この次の、あこの左ね、はい、はいはいはい、そこはもう何回走っても何回走っても怖い、あ余っちゃうね、なるほどね、もう今も余ってますけど、うん、これを行くの無理なんだ、やっぱり行くのはやっぱ難しいです。次はそんなでもない、でもここも実際は結構ギャップがあって、はいはい、おお今危ねえみたいな感じになる、あんな感じになっちゃうんでで、この次が有名なタルーセ、はいはいはい、いや面白い、この走り面白い。カルセルは中入る、もちろん中、あなるほど、狙って、あ結構手前から入らずに一瞬置いてから入るんだ。そうですね、なるほど、勉強になるよ、すごい。次の左は全開、もう予選は全開で、予選全開なんだやっぱり、ここ、はい、ここも結構しびれる、ここしびれるね、確かにね。こっからのなんか区間って案外ハイスピードだよね。そうですね、案外なんか本当にここは多分コースで一番最高 の標高が高いところで、なるほど、ここから下っていきます。ここもかなり怖いですね、下りの区間を。面積うまく使ってここ使ってアウトはあんまり使わない、やっぱ立ち上がり重視っていう意味なのかな。そうです、ね、トラクションが抜けちゃうのかな、そうです、ね、ニュルは立ち上がりで使うと。
ここは下りなんで結構ここやばいよね。汗が今も出てますけど。めっちゃうめえわ。ここもギャラリーコーナー。あ、ここギャラリーコーナーなんだ。ここも有名なコーナーです。ここもアウト行かないんだあんまり。結構アウトから行くんだ。あー、やっぱここアウトあんまり行かないんだ。ブレーキングして。ここは？ここ立ち上がりはでも大事だね。はい、遠赤ちょっと持ってた。ここはここの下りはめちゃくちゃ怖いですよ。ここ全開で。ここも飛びます。はい、あ、ここも飛ぶんだ。飛んで着地してからブレーキ。何ていうかわかんない。やっぱ変態だな。ドライバー変態だなみんなな。ここから先も下り。ここの下りもね。もうここも全開で。はい、おお。え、一回カットするこれ。一回カットするのにね、3000円かかるんだけど大丈夫かな。こんな感じで。こんな感じでね。ならないように。ならないように行くってことね。で、この辺でシュミレーターと実際の違いって何？何だと思う？それを聞きたいんだよね、みんな。そうですね。シュミレーターだとその車の動きとかはすごいリアルなんですけど、うんうん、その恐怖感がやっぱ違うね。ないんで、でさっきみたいなコーナーも恐怖感がないんで、まあ、踏み切っていけちゃうんですけど、まあ、でも違いはそこぐらいですよね。あとは結構本当にリアルですごい勉強になります。これ例えばニュルとか行く前にどのぐらい乗ります？いやでも僕も結構もうやり込んでいって、もう完璧に覚えていったんで、実際現場着いてからはもう意外とすんなりと終わりましたね。なるほどね、ありがとうございます。これで一周ですね。はい、走りました。なるほど。じゃあこれからね、結構ね若い人でドライバーになりたいっていう人も見てるんですよ、チャンネルをね、はいはい、そういう人たちになんかちょっとアドバイスっていうかあればぜひ。そうですね、で今こういう、まあ、シミュレーターとかが結構普及してるので、うん、はい、まあ、それでしっかり走ってもらって、その車 の, その基本的なこの動きとかを感じてもらってから実際にそのサーキットとかで走ってもらうと、まあ、上達が早くて、なおかつ、まあ、その効率的な、まあ、練習というか、うん、そういうのができると思うので、そういう風にしてもらえるといいのかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、いやどうだった？いや、まあ、俺も本当長くね社長やってるといろんな、まあ、何万人っていう人と会うんだけど、いやチャンピオンだったね。うん、まあ、科目でね、まあ、口下手なところはあるんだけど、言ってることは適切で、やってることも、まあ、堅実かつ正確な感じ。いや、チャンピオンになるべくしてなるっていう、あのね、うまいドライバーと速いドライバーと強いドライバーがいるとしたら、まあ、それに分類するとしたら、もちろん速いんだろうけど、強いドライバーだなって思ったね。このね、やっぱりでも強いドライバーの素質ってやっぱりね、チャンピオンになるためにはどうしても必要なことなんだよね、うん、器用なタイプじゃないけど強いドライバーだなって思いました。はい、またねこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。